夜の光。夜の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦雄です。今日はヨハネの福音書の6章の37節からイエス様の決意の心を見ていきたいのです。ではまずイエス様がこの世に来られた使命に対する確信を見ていきましょう。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。これは天の父なる神様がイエス・キリストを信じる人たちをお選びになったことを指しています。この父なる神の選びはこの天地が創造される前でした。聖書には神は私たちを世界のもとにの置かれる前からキリストのうちに選んだと書いてあります。ですから時が満ちて神に選ばれた人はキリストのところに来て信じたのです。次にイエス様の決意です。私のところに来るものを私は決して捨てませんとおっしゃいました。イエス様のところに来て信じて従うものをイエス様は決して捨てることはしません。必ず最後まで私たちを保ち守り続けてくださるのです。もう一つのイエス様の決意は何でしょうか。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく私を使わした父の御心を行うためですと言いました。私は父なる神の大使ですという決意です。イエス様は神の国から使わされた神の大使ですから自分の心を行うためではなく神様の心を徹底して実行するという決意でした。では父なる神の御心とは何でしょうか。それは神が選んでくださったすべてのものをイエス様が一人も失わないことです。そして一人一人を終わりの日によみがえらせることでした。ですからイエス様はこの世界の始まりからこの世界の終わりまで私たちと関わりを持ってくださるのです。最後に父なる神様の御心のもう一つは何でしょうか。それはイエス様を見て信じる者が皆永遠の命を持つことでした。この世でイエス様に会いイエス様を信じて永遠の命を持った人たちすべてをイエス様は終わりの日によみがえらせるのは当然なことです。イエス様の体につながりイエス様の細胞の一つになっているからです。イエス様の約束の言葉です。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。ヨハネの福音書11章25節と26節。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦雄です。今日はつぶやきという題でお話ししましょう。つぶやきしろという芸人がいます。いつもブツブツつぶやき不平不満の芸を披露していますね。さてイエス様に反抗的だったユダヤ人たちはイエス様が私は天から下ってきたパンですなどというものですからイエス様についてつぶやき始めました。ヨハネの福音書6章の41節からです。そのユダヤ人たちのつぶやきはこうです。この人はヨセフの子でイエスではないか。私たちは彼の父母を知っているぞ。どうして今私は天から下ってきたパンなどというのか。子供の頃からのイエス様を知っている者にとりましては当然のつぶやきでした。つぶやきですから小さな声で互いに顔を見合わせながらブツブツと不平と不満を言っていたのです。イエス様は彼らに答えました。自分たちの間で小声で文句を言うのはやめなさい。つぶやきは人への不満や不平、文句です。小声で囁くのですが電流のように拡散し人々の間に毒を撒き散らすことになります。なぜつぶやきを私たちはやめなければならないのでしょうか。それはつぶやきの背後に疑いと不信が隠されているからですね。そして周りの人を失望させるからです。続けてイエス様は言いました。私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ誰も私に来ることはできない。私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう。ところで
私たちは皆つぶやき人間です。文句は言うし、不平不満は言います。そのようなものがどうしてイエス様のもとに来て信じて従うことができるでしょうか。そんな私たちが今信じて求めることができているのです。それはイエス様をこの世に使わしてくださった天の父なる神様が私たちをご自分のもとへ一方的に引き寄せてくださったからです。それはちょうど磁石のようなもので、強力な磁力を持って天の父がこの世の私たちを引き寄せて神の子イエス様のもとに来るようにしてくださったからですね。イエス様の言葉です。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。ヨハネの福音書15章16節。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦雄です。今日は私が命のパンであるという題でお話しましょう。イエス・キリストは同じ言葉を6章35節でも語りました。大切なことは何回でも繰り返すものですね。今日私たちももう一度イエス様が私たちの体と魂と霊にとって生きる命を与えるパンであることを確認したいのです。ヨハネの福音書6章47節からです。さてイエス様は人々に向かってこう言われました。よくよくあなた方に言っておく。私を信じる人は永遠の命を持つ。私は命のパンである。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死んでしまった。マナとはイスラエルの先祖たちが荒野で自分たちの胃袋を満たすために食べたパンでした。このマナも天の父なる神様から与えられたものでした。しかしこのマナは人々の胃袋を満たすことがあっても、人々の魂や心を満たすことはできなかったのです。人はパンだけで生きるものではないからです。神の言葉によって生きるものであると聖書にありますね。では私たちの魂や心を養い永遠の命を与えてくださるお方は誰でしょうか。それは神の一人をイエス・キリスト以外にはありません。私を信じる人は永遠の命を持つ。私は命のパンであるとイエス様は言われました。そしてまたこう続けて言われたのです。天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきた生きたパンである。それを食べる者はいつまでも生きるであろう。イエス様は命のパンである、私を食べなさいと天の食卓へ私たちを招いているのです。天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはありません。私たちは自分の胃袋を満たし、生きるためにパンを食べ食卓に来るのです。私たちは自分の魂や心が生きるためにイエス様の招きに応え、イエス様を信じて神様の食卓に着き、永遠の命をいただきたいのです。イエス様はご自分を天から下ってきた生きたパンと呼びました。生きたパンを食べますと私たちも生きるのです。では私たちを生かすパンとは何ですか。それは神の言葉です。私たちは体を満たすパンだけで生きていくことはできません。心や魂を満たす言葉によって生きていくことができるのです。なぜなら言葉は天地の始まりから神と共にあり、言葉は神であったとこのヨハネ福音書の冒頭にありました。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦雄です。今日は私の与えるパンは私の肉であるという不思議な題でお話ししましょう。いよいよ神の一人子イエス・キリストの十字架と復活という出来事と私たちとの関係に入ります。それは当時ユダヤ人たちにも理解を超えている言葉でした。私の与えるパンは世の命のために与える私の肉であるというこのイエス様の発言が安息日礼拝のために街道にいた人々に波紋を広げることになりました。ヨハネの福音書の6章51節からです。そこでユダヤ人たちは互いに論じ合いました。この人はどうして自分の肉を私たちに与えて食べさせることができようか。彼らユダヤ人は依然として胃袋に入る肉のパンのことを
考えていたようです。しかしイエス様が私たちに与えようとする命のパンは、私たちの霊と魂に与えるそのような質的な命のパンのことでした。すなわち神の言葉です。私たちに生きる力を与え、私たちに生気を与え、やる気や元気、根気の源の言葉です。そこから信仰、希望、愛が湧いてくるのではないでしょうか。このような命のパンはイエス様の語る言葉の中に宿っていました。肉体とは私たちにとってはやがて朽ちゆくものであり、死にゆく素材ではないでしょうか。土の器である私たちの肉体はもろく壊れやすいものです。しかしイエス様の肉体と魂と霊の中には永遠の命のパンが宿っていたのです。ですからイエス様はこのように断言したのです。よくよく言っておく。人の子、私の肉を食べず、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者には永遠の命があり、私はその人を終わりの日によみがえらせるであろう。私が初めて教会に行った高校2年生の秋です。礼拝の最後に教会の信徒たちが皆前の方にぞろぞろと出て行って、おもむろに小さなパンを裂いて食べ、小さな杯から赤いぶどうジュースを飲んでいました。聖餐式と呼ばれる儀式だと後で教えてくださいました。私たちのためにイエス様が十字架の上でご自分の肉体を裂いて、私たちに命のパンを与え、血を流して私たちの罪の償いをしてくださった、その出来事の事実を忘れないで覚えるための儀式だったのです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦夫です。今日は誠の食物という題でお話しましょう。私たちは食べ物や飲み物に注意を払います。それは私たちが食べたり飲んだりしなければ、私たちの肉体は痩せ衰え、病気になり、やがて死に至るからです。それと同じように、私たちが魂と心のために誠のパンや飲み物を取らなければ、私たちの魂や心は飢え、衰え、病み、死んでしまうのではないでしょうか。ヨハネの福音書6章55節と56節のイエス様の言葉から共に学びましょう。イエス様は街道に集まった人々に語り続けました。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物である。私たちの魂と心にとって誠の食べ物と飲み物はイエス様の肉体と血潮であると語っているのです。これはやがて十字架に貼り付けになるご自身を指し示していました。両手両足を釘で十字架に打ち付けられ、縄で縛られたイエス様の肉体はやがて裂かれます。そして脇腹を槍で突き通されて、水と一緒に吹き出たイエス様の血潮です。そしてイエス様は、私の肉を食べ、私の血を飲む者は私におり、私もまたその人におると約束してくださいました。私たちがイエス様の肉を食べ、血を飲むとき、私たちはイエス様と一体となって結合されると約束されているのです。すなわち、私たちはイエス様の細胞の一つとなるのですね。イエス様はこの言葉を実践するように、弟子たちとの最後の晩餐の席で、聖餐式という主の聖晩餐を制定されました。主イエス様は十字架に渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、弟子たちに与えて言われました。取って食べなさい。このパンはあなた方のための私の体、肉体である。私を記念するためこのように行いなさい。そして食事の後、杯をも同じようにして言われました。みな、この杯から飲みなさい。この杯は私の血による新しい契約である。これは罪の許しを得させるようにと、多くの人のために流す私の契約の血である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。そして世々のキリストの教会の信徒たちは、教会で誠の食物であるキリストの肉と誠の飲み物であるキリストの血を食べたり飲んだりしてきたのです。キリスト教会がお送りする世の光。
世の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦雄です。今日は生きている父なる神という題でお話ししましょう。私たちの命の源である生きている父なる神についてイエス様は語ってくださいました。ヨハネの福音書6章の57節から59節です。まず57節のイエス様の言葉を口語訳聖書でお読みします。生ける父が私を使わされ、また私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるであろう。イエス様はここで、私の命の源は生きている父なる神にあると言っているのです。そして私も父なる神によって生きている。私を信じて私を食べる人々は私によって生きていくのです。と語りました。生き続けることが私たちの使命です。イエス様はここで私たちが命に預かり生きるものとなるためには3段階あると教えているのではないでしょうか。第一段階は生きている父なる神です。父なる神は命の源です。次の段階は神の子イエス・キリストです。肉体をもってこの世に来られたイエス様は私たちのために開かれた命の水門、あるいはパイプラインのようです。イエス様を通して命は私たちのところにまで流れてきました。ちょうどイエス様は苦しみと痛みの中で血を流しながら私を産んだ母のようです。そして第三段階が私たちがイエス様を信じる信仰によってイエス様から命を引き出すことができます。私は生まれるとき自分でもがいて母の胎から出てきたのではありません。私の命と生きていく人生は母の一方的な苦しみと痛みによるものでした。私はただ母に委ねる、任せるだけだったのです。このことはすでにヨハネの福音書3章36節で言われています。御子を信じる者は永遠の命を持つと。ですから私たちはこの世で天に生きておられる父なる神を持ち、地上では母なるキリストの教会を持つのです。それは私たちの魂と霊、そして体が父なる神様によって生かされ、養われ、成長し、ある時には訓練されていくためです。そして地上の母なるキリストの教会によって、宿泊と言われる人生の中でも私たちが慰められ、励まされて歩んでいくためなのです。天の地なる神様と地上の母なるキリストの教会は世の終わりまで私たちと共にいてくださいます。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691徳島中央郵便局支所箱46番世の光です。